ヨゼフカ・カシミール・ホフマンは、ポーランド出身のユダヤ系アメリカ人ピアニスト、作曲家。ポーランド名は、ユゼフ・カジミエシュ・ホフマン。わずか10歳にして、ヨーロッパ各地とスカンジナビア諸国を歴訪して、長期間の演奏旅行を行い、振動の名を欲しいままにする。1887年年末から1888年年頭における、 アメリカ学旅が演奏活動の頂点となり、初期の報道機関をその名で大いに賑わせた。その後、演奏旅行から退き、アントン・ルビンシテインの個人指導を受ける。ホフマンは、ご半生をアメリカ合衆国に過ごし、カー,ーティス音楽学校で教弁を取りながら、1938年まで同校校長を務める。多くの才能ある学生を育成したが、文化のうちで、 国際的な活動へと乗り出すことができたのは、シューラ・チェルカスキー及びゲイリー・グラフマンだけである。二人は知的な深みだけでなく、この上ないテクニックと音色において、ホフマンと繋がっている。ただし、グラフマンは1979年に右手を故障して、しまい、第一線から遠ざかってしまった。1937年11月28日に、 メトロポリタン歌劇場で開かれたホフマンの演奏会ホフマンは1903年から1930年代まで少数ながら商業録音を行った。トーマスエイジソン社のために早々期のクラシック音楽のレコードを録音してもいるがそれらは失われてしまっている。だがロシアで制作されたシリンダーは最近になって再発見された。 ピアノロールにも吹き込みを行い、それによって莫大な収入を得たものの、ホフマン本人は、ピアノロールが、自分の演奏を正確に再現しているとは信じて、いなかった。このような不信感は、アコースティック録音にも抱いていた。このためホフマンは、自分はどんな曲でも二度とは、同じように演奏しないと述べている。ホフマンのいくつかの生演奏を放送用に録音した、ものは現存しており、 このすべてが CD に復刻されている。この音源はほとんどの愛好家から歓迎されたが他人の手により編集されたために演奏についての評価は分かれている。ホフマンは非常に小さな手をしており他の有名な手の小さいピアニストのように難儀していた。スタインウェイ社はホフマンのために鍵盤が1オクターブごとに弾く現在の標準的な6.5インチよりもマイナス1。 インチ狭い特製ピアノを作った。これを、ホフマンは、心持ち楽だと述べたという。ラフマニノフは、ホフマンを、自分の作品の最善の解釈者と認めて、ピアノ競争曲第3番を検定した。しかし、ホフマンはこれを演奏しなかった。小さな手の持ち主に、この検定は、間違いだったのである。しかも、最初の夫人マリーによると、ホフマンは、 ラフマニノフの競争曲が形式を書くとみなして一個だにしなかったという。ホフマンのもう一人の恩師モーリッツ・モシコフスキも自作の競争曲をホフマンに検定したが、やはりホフマンは演奏しなかった。ありがちなことだが、ホフマンはライバルの作曲するピアニストが書いた競争曲を演奏したいとは望まなかったのだろう。ホフマンは出版符を尊重する姿勢から、 最初のモダンなピアニストとみなされているように他のロマン主義のピアニストとは対照的に譜面から飛躍して独自の極端な解釈を導き出すことはなかった。しかしながらホフマンはこの上ない技術的能力や指的情感、音色、想像力に恵まれていた。その反面、ショパンのバラード第4番の燃え盛るような演奏はホフマンの演奏様式がいかに アントン・ルビンシテインに近しく、いかに冷戦後のピアニストとは違っているかを物語っている。ホフマンは1911年に同時並行して行った10の演奏会で、別々の256曲を演奏するという記録を打ち立て、ロシアの聴衆を驚かせた。ホフマンの百科事典的な、高感なレパートリーは、その本の一部が録音によって伝えられているに過ぎない。それでも、 現在、20世紀の偉大なピアニストの一人と評価されている。作曲家としては、少年時代からソナタなどのピアノ曲を多く残したが、自作自演などを除いて演奏される機会は少なかった。2015年になって、ウクライナのピアニスト、アルテム・ヤシンスキーによる CD がリリースされている。ホフマンは発明家の才能もあり、ピアノや自動車の装置を発明して、 たくさんの特許を取得している。自動車用、飛行機用の空気式衝撃吸収体の発明で、20世紀初頭に、ホフマンは、人も消し、その後も、医療器具、原油を生成するためのロ、ピアノロールに、音の強弱を記録する、装置、太陽と共に回転する住宅などを発明した。最晩年には、ピアノの録音方式の改善に取り組んでいた。ありがとうございます。